例えば Airbnb っていうサービスがあるじゃないですか。で、あれってまあ日本ではほぼほぼ難しくなっちゃったんですけど、で、海外では割といっぱい使われてるんですよ。で、緑普通って人からお金をもらって人を泊める場合って旅館業法っていう法律があって、泊まる人の名前を記録して、でその部屋を掃除してとかっていう、そのやらなきゃいけないことが法律上決まってるんですよ。でも Airbnb ってその誰が泊まってるか身元確認もしないし、でじゃあその人連絡先も聞かないし、でじゃあその部屋掃除をちゃんとするかっていうとその義務もないっていう。であれがなぜそういう仕組みがその日本の法律であるかっていうと、要はあの犯罪をした悪い人っていうのが旅館とかに泊まれないとすると路上で野宿するしかないから悪い人捕まえやすいんですよ。でそのまあ、あの偽名を使ったりしたら偽名を使ったっていう形でまた別の法律で捕まえられたりするんですけど、であとその旅館って必ずそのお風呂がどれくらいとかその衛生管理のルールがあって、その衛生管理を守らないと旅館として経営できないんですけど、そうすることでその伝染病の蔓延を防ぐっていう機能もあるんですよ。で Airbnb で例えばものすごい狭い部屋にめちゃめちゃ安くてガンガン人入れて、その中にじゃあ1人マラリア患者がいましたって言ったら簡単にマラリアが広がるんですよ。なのでその衛生管理っていう意味でいくと Airbnb のものを制限するっていうのはある意味正しいんですよね。であのオリンピックの時にホテルが足りなくなるから Airbnb 的なものを OK にしようっていうのが日本政府はやろうとしてるんですけど、僕結構伝染病東京やべえんじゃねえかなって思ってるんですよね。あの最近その東京っていうか、まあ日本ってあのなんかヒアリが出てきたりとか、本来日本にいないような虫だったりとかゲリラ豪雨だったりとか、もうちょっと南の地域で起こるような生態系だったり気象現象っていうのが起き始めてるんですよ。そうすると南の方でしか起きない病気だったり、そのまあ伝染病的なものでその伝染するものだったりとかウイルスだったりっていうものが日本の中で広まる可能性があるんですよね。でそれに対する対処ってまだ日本の病院だったり日本のその医療機関っていうのはきちんとした対処法を持ってなかったりするので、突然広がる可能性があるんですよ。でそこにじゃあ Airbnb みたいな狭いところに大勢突っ込むみたいなところでオリンピックでめちゃめちゃ多くの人がいましたっていうところでマラリアがガーンってきたら結構東京やべえんじゃねえかなっていうふうに思ってたりします。